皆さんこんにちは。この番組は瀬戸内市の魅力を思いっきりレポートし全国に発信する突撃晴れ晴れ瀬戸内市、記念すべき第1回目の突撃レポーターを務めさせていただきます、私安藤由紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は今この日本のエーゲ海と言われている瀬戸内市牛窓にありますオリーブの丘に来ております。海峡を挟んで目の前に浮かぶ島がこの前島です。今回はこの前島で1月20日から10日間にわたって開催されました瀬戸内交流プロジェクト、おいでんせい福島の子どもたちをレポートいたしました。今回福島の子どもたちが10日間一緒に過ごすのはここ慶明学院の前島キャンパスです。瀬戸内さんのものをできる限り使ってしてみました。いかがでしたでしょうか。お名前はジュリです。ジュリです。ジュリちゃん、子どもたちはこの10日間でいろんな体験をしました。ヨットに乗ってのクルージングもその一つです。ゆっくりゆっくり、どうかお座りする。キルミューじゃん。入るな、これ。こうやれや、これ。はい、入った。こう入った。ちょっと待って。こうやって。ああ、いい。人気の出会った。さて、お昼になりまして、子どもたちはもうすぐ昼食の時間です。さあ、こちらにはですね、美味しそうなご飯が並んでいるんですけれども、今日の献立は何でしょうか。今日はね、はい、大人の人にはご飯は、はい、瀬戸内うちらの長船町に伝わる、うん、鎌倉末期からの、あのどどめせなんです。はい、どどめせ。はい、うん、あの今の岡山のばら寿司とか備前ばら寿司とかいう、あのお寿司の元祖なんです。さあ、他にはどんなものがありますか。この子供向きにはオードブルを、はい、まあ、全部あの女性部の手作りでしました、はい、ね、お野菜からお肉まで、ね、いろんなものが詰まっておりますね、はい、あのこれはね、はい、あの去年もあの人気が良かった、はい、女性部の教室、料理教室で教えていただいた、あのそうめんを使ったそうめんカナペなんです。はあ、なんかおしゃれ、はい、彩りもいいですね。そうなんです。下にね、サラダ菜を引いて、はい、そうめん湯がしたのを入れて、コーンを入れて、あのトマト、あの四角に切ったものを入れて、あ、甘いですね。甘いですよ。甘いです。ブドウのオイルが入ってるから食べやすいです。はい、でお子さんでも、もう、ラッキョウ自体が普通の米酢よりは甘みがあります。
はい、これ何でも使えますから、こうなんかお寿司に近いようなお味でもつるっと本当にいただけますね。みんなこれは入っとんです。あ、美味しい。何が美味しかった？サラダ。サラダ？ウィンナーが美味しかった。タコミン。あの名前なんて言うんでしたっけ、この混ぜご飯の、はい、もう子供もバクバク食べて美味しい美味しいって、もう親子で美味しく食べさせていただきました。なんかあの酸っぱくてちょっとびっくりしたんですけど、疲れがすごくこう飛ぶ感じでさっぱりしててすごい美味しかったです。すごくいい光を見せましょう。ノートでも黒い模造紙でも貼るとすごくかっこいいわけ、こういう線が。うん、でも上手なんやからね。ラインだとやっぱり人形が多いそうなんだ。このプロジェクトなんですが、あの何がきっかけで、そしてどんな目的で始まったんですか、教えてください。はい、4年前ですね、私自身も、あの埼玉からなんですけれども、移住してきたんですね。東日本大震災の後、やはり放射能の影響が子どもたちにあのどう与えるのかなというのちょっと心配がありまして、娘2人を連れて瀬戸内市に避難してきたんですね。であの私は安全に岡山で暮らせているけれども、じゃあ福島や東日本の子どもたちはどうなんだろう思った時に、福島の友人にですね、私が今岡山でできることは何なんでしょうって聞いたんです。そしたらあの遠くだからできることがあるんですよと言って、岡山みたいに安全な場所でぜひ子どもを招いてほしいということで保養の第一歩が始まりました。はい、なるほど。そしてこのプロジェクトなんですが、たくさんのボランティアの皆さんが参加してくださってますよね。はい、具体的にはどんな方がいらっしゃいますか？はい、というかもう全てボランティアなので、はい、誰もあのもうみんな自分の思いでやっているという、はい、あのプロジェクトなんですけれども、はい、あの10日間もちろん3食ご飯を食べるんですけど、その中で、あの食事部は全て地元のお母さんたちが、食材を持参でですね、なるべく安心なものをということで、あの地元で採れた美味しい瀬戸内産の野菜を持参して、地元のお母さんたちがですね、あの公民館の活動をしているクッキンググループですとか JA の方とかもそれぞれが地元のお母さんたちの腕が自慢のお母さんたちに料理を作ってもらいますので、かなりたくさんのボランティアの、あと料理だけではなくですね、もう海の見守りからもう資金集めまで全てもう地元の皆さんに声をかけていただいてますので、もう何千人の市民を巻き込んで、なるほど、いろんな方に支えられながら、ね、成り立っているということなんですね。福島の方にはですね、本当に美しい瀬戸内市の風景も空だけで癒されるので、美味しいものを食べて、この島で過ごすだけですごいあのデトックスになると思うので、ぜひですね、子どもを連れてあの一夏の思い出を作りに来てくださいと、そういう思いで行ったんです。はい、あれ大変だったんだけど、なんかすごく楽しめたのが良かったです。またなんか子供たちの成長が見たいので、また会えることを楽しみに。僕ら高校生はあの子供たちを楽しませるためにここに来たんですけど、逆に楽しませてもらうような形になっちゃったんですよ、僕としては。もうみんなめちゃくちゃ懐いてくれてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。なかなか茂みに入って虫を取るなんていうのはできないんで、そういう意味ではすごくいい体験ができたんじゃないかな。すごく子供が生き生きして
目がキラキラして輝いて遊んでたのがすごく良かったなと思いました。本当に来て良かったなと思いました。ありがとうございました。10日間ちょっと長いかなと思ったんですけど、短かったです。もっとなんか遊ばせたかったです。自然の中でたくさん遊び、さまざまな体験をした子どもたち、この前島での体験を福島に帰っても忘れずに元気に過ごしてくださいね。瀬戸内市の人も皆さんのことを応援しています。さて私たちは被災地の一日も早い復興を願って、そして被災した方のご健勝をお祈りしながら、この突撃レポートを終了したいと思います。ありがとうございました。